はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ここに行ってみようと思います。連れて行ってもらったことはあるんだけども、一人で行ったことがまだないんですよね。試練の門ですね。ここまだハテナハテナがあるんだけども、まあ、他の奴らは倒せるので、上から順に、倒していきたいと思います。何かあれだよね。弾を使って、元気玉使って、全部を一気に回るっていうのが普通なんでしょう。まあまあ、レベル122まで上げたので、いけると思います。とりあえず上からスタートしますね。それでは、元気玉使います。はい、スタート。こんな感じでいいんですよね。ビッグモーモンは別に気にせず戦っていっていいよね。いや、強いな。意外と強いぞ。いけるか。あ、大丈夫か。風切り使ってくれるから、俺は別に強化せず、そのまま突っ込んでいっても、あ、余裕余裕余裕。うん。なんだ、全然無理かなと思って挑戦しなかったんだけども、いけるわ。そりゃそうか。レベルそんぐらい上がってるからね。美味しい経験値むちゃくちゃ美味しいね。うわ、これめちゃくちゃ美味しい。うん、週1回だよね。これは確実にやらないと。次、森人行きましょう。どっちからとかないよね。とにかく、もう、ゴリ押しでいけそうなんで、もうゴリ押しします。うん。今ね、4章クリアしたんですよ。4章。なので、もうそこら辺のボスに比べればもうなんてことないでしょ。全く意味ない。全く関係なしにいける。美味しい。どんどん行きましょう。あ、周りにいるのね。これは周りからか。いやもうむしろ周りは任せていいか。うん、もう任せて俺はアイスゴーレムを行きましょうね。守備力上がってる。大丈夫か？まあまあまあ大丈夫ね。問題なし。ミステリーキラーがこっちにいる。でもいいか。ミステリーダンス、あ、これは MP が減るんじゃないか。大丈夫？いや、いけるね。余裕だわ。ゴリ押し。いいね。ドデカニードル弱え。ふぅー、ファイティングリボン。あと3体ですね。あ、2体来るのか。あと3体。まあ、そんなに問題なく勝てるでしょ。今のところ全部ゴリ押しで、攻撃も避けずにいけてますね。これはいけるわ。はい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 。あ、こいつはなんか HP が若干高い気がする。鬼トンゾか。こいつ意外と HP 高えな。ちょっと待って、ここで L は必殺技とか使わなきゃいけないか。あ、危ない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 。おいおい、死んでる死んでる。いや、意外と強いやつも中に混じってるな、これ。これ、会心ガードみたいなやつがおった方がいいんだろうね。おい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 、やばいよやばいよ。意外と、オッケーオッケー、あとオロチだけ。いける。いや、意外とここを苦戦するな。いや、そうでもない、そうでもない。いけるっしょ。いいね。いいよ。あと2発ぐらいか。おっしゃー。一回死んだけどいけたね。次、ビッグビッグハットですね。こいつはね、文字で戦った時が、びっくりするぐらいね、苦戦したのよ。あー、危ない危ない危ない。違う違う。こいつの子供って、メガンってするし、あれって思いっきり当たってね、一回全滅したのよね。なので、こいつはちょっと注意していかんといけませんけども、まあまあ、こういう問題でもなかったか。うん、ちっちゃいの出てきたら、まあ先に倒せばいいけども、問題なく、いけるいける。終わりでしょ、これで。
はい、あと1体プラチナキング、ここがね結構確かね苦戦したんだよな。前連れてきた時も、あったの連れてきてもらった時もなんかこいつやたらきつかった気がする。おいおい、よっしゃ倒した。で次がプラチナキング倒さないかんよね。おい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 、ここはクリティカルよく出す職業連れてきた方がいいのか。オッケーオッケー、俺がなんとかクリティカルいっぱい出していけばいいけど無理か。なかなか、まあ、武道家ダメージ頼みになるね。やばい、ここ苦戦するな。待って待って、お先に周りから行ったがいいのこれ。待って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 、ちょっとこれはどうすればいいんだ。こいつから攻撃する。で俺もちょっとそれに合わせるわ。あ、攻撃入るやつから倒した方がいいのか。オッケー、でエペラの方、オッケー、倒す順番がようわからない順番、倒せるからいいや。おお出た9999、すごい。はい、倒した。武道家いいね、ここ役に立つ、めちゃくちゃ役に立つ。で、ハテナになってるところは何かあるんすか。ここは、あもうないんだ。そうかそうか、あ、わかりました。元気タイム12分13分ぐらいかな、残してクリアができましたね。全然いけないかなと思ったら余裕だったレベル上げすぎたか。はい、まあ、とりあえず今5章をやってますので、5章クリアして6章、ちょっと駆け足でいきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。